これいいな。彼の名は滝藤健一、いいね、43歳あ趣味はオンラインショッピングと近所の犬の世話。日がなポチポチッとマウスをクリックしてばかりいるので、いつしかついたあだ名はこれ行こうかな、ポチ藤健一。よし着替えよう。よいしょ。あのデニムもあのシャツもあのニットベストもあのチェックシャツもそしてあのコートもみんなネットでポチったものばかり。ポチ藤さん、お荷物です。待ってました。あれ なんか思ってたのと違うな。これはそんなご主人様のポチ買いを温かく、おっと失礼、生温かく見守る物語なのだ。合わせればふふ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 。あ、それポチ、こっちもポチ。今日もご主人様はポチ買いに勤しんでいる。ほーれほーれ、よくもまあそんなに飽きずにポンポン買えるもんだよね。じゃあ着替えよっかな。よいしょ。え、箱からチョコ、チョコできちゃうの？普通届いた服にすぐ着替える？しかも全身？なんなの、ちょっと待ってご主人様、アウトドアの趣味なんかないじゃん。そんな服着て一体どこ行くのさ。ヤッホー。聞こえねえよ。聞こえるわけねえじゃん。座った、どこにも出かけなかった。格好思いっきりアウトドアなのにめちゃめちゃインドアだった。もういいね。ポチ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 。おダンボール、今日もご主人たまってば。あ、ダンボール、ご機嫌だな。こっちがうまくいったのかな。あ、ダメダメダメ、あ、ダメダメ、ダンボール。よいしょ。お、コーン、ふむふむ、ネイビーのパーカーね。ふっぺらコットンカシミヤ素材で気持ちよさそう。あ、白、白色のパーカー。あ、黒、黒色のパーカー。あ、次はグレーのパーカー。うん、ちょ、ご主人様、何色これ、どら焼き買ったら気が済むの。ブラウンね。ポチ藤さん、お荷物です。あ、ご主人様が買ったのと同じパーカーだ。わ、ポチかぶりしてる。ご主人様、これは代償。よいしょ。ピンクもいいね。ポチッ。いったー。ピンクもポチッといったー。まだまだ欲しがってたー。